あの武藤さんの奥さんの久江ちゃんが、はい、同級生で、はい、で後楽園にその訪ねに来てさ、はいはい、でその時に俺誰に訪ねに来てるのかなって言ってモデルさんかなんかやってたから、はい、聞いてたから、あれ綺麗な、ね、ってで、じゃあ誰か紹介しようかって言った時にもうあの後ろの方のさ後楽園ホールのさ階段が降りたところに来てて、でむあのぶっちゃって元なんかこうやって見てんのこうやって俺と同級生が綺麗な顔来てるって、で俺もパッと見た時にあこれぶっちゃに紹介したらなんかとんでもないことになる、まあこれやっぱ武藤さんに紹介した方がいいなと思った。そう、素晴らしい。そうそうそう、だって信用できないじゃんいや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 、人の多分お袋でもいや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 、あのそれいいところもありますよ。ああいいところもあんまり結構だってあの下から上まで、ね、年齢も幅はすごかったですね。幅とあと思い込みもすごかったですね一回小池栄子ちゃんさん、小池栄子さんとあの対談があって、であのまだグラビアやられてたんで、こう小池さんがあのビキニで、まあ、やっぱり売りにされてましたイエローキャブさんですから、ここに乗っけたんですよ。こういう感じで橋本さんの肩があって、おっしゃ見たかっつって、あいつ俺の肩におっぱい乗っけたぞあれ絶対あいつ俺のこと好きやなっつって、僕も片付けとかしなかったんですけどあそうですねってこうやっぱ話合わせてたんですよ。そしたらもうその俺のこと好きや、俺のこと好き、付き合っちゃったらどうしよう、でもしかしたら、かずみ別れてもらうかもしれないぐらいまで妄想で言っちゃってるわけです。勘違いの思い込み、いやすごかったです。すごかったよね。あれは迷惑だよね、その、それを思われちゃった方はね。あの事務所に藤原紀香さんの、あの等身大のパネルがあって、いつも朝、紀香おはようって言いながら、こうちゃんと会社に入って、お仕事前で帰るときは紀香またねって言ってました。子供だよね。